エーズン -207、20 BZK-006 上手は、エーズン -206 のものであるが、エーズン -207 の機体の形状、構成は、ほぼ同じである。エーズン -207 は、西安愛生技術集団講師が開発した、中距離多用と無人航空機。同社は、西北工業大学が所有する独立法人である。 BZK-006 とも呼称される。A ーズン -207 は2002年に存在が明らかとなる。A ーズン -207 は A ーズン -206 の拡大版であり、能力が向上している。主翼はテーパー翼、後翼配置となっている。総ブーム形式で、ブームの後端に垂直尾翼があり、2枚の垂直尾翼の間に水平尾翼が付けられている。 垂直尾翼と水平尾翼は H 型配置となっている。推進方式はプッシャー式である。搭載エンジンの形式はピストン式であること以外不明である。膠着装置は簡略なスキットが付けられているだけであり、ランディングギアは持たない。離陸はラトを使い射出装置から打ち出される。回収はパラシュートやパラフォイルが用いられる。 機種上部にパイロン付きアンテナレドームが付いている。画像およびテレメトリーデータリンク装置に加え、ミッションに応じたペイロードを搭載可能。などミッションに応じ選択できる。完成広報装置、衛星測位システム装置、精密測位計算用コンピュータを積み、自律飛行ができる。また二級運用モードでは中継用ドロームを、使いテレメトリーよび画像データの中継を行うことができる。 ドローン本体。複数のトラックに搭載された、地上管制ステーション、ミッションコントロールシステム、地上表示端末。1台以上の下半ビデオ端末からなる。2010年司会エア賞で、西安愛生技術集団講師は、当機の2種類のドローンが中国人民解放軍陸軍で運用されていると主張した。2013年10月時点で、 おそらくすでに製造中であり運用されているものと考えられている。ありがとうございます。